はようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。今日は2022年、去年ですね、を振り返ってクリエイターが事業者になった年というテーマでお話しします。本題に入る前にお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修しました建築知識2月号、小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されてます。去年の2月です。去年です。1年経ってしまいました。忘れておりました。インテリアデザイナーを目指すのであれば、他の本と違ってむちゃくちゃ実践的になってますので、ぜひお買い求めください。それでは本題に入りたいと思います。2022年を振り返って、クリエイターが事業者になった年っていうテーマなんですが、クリエイターが事業者ってどういうことっていう感じになりますよね。結論はタイトルの中にもちろん入れてあるんですが、ものづくりをしている人が事業マインドの大切さを知って行動に移す年だったなということです。で、どういうことかっていうと、もうちょっと掘り下げて話してみたいと思うんですが、去年からっていうわけじゃないんですよね。もっと前からだんだんその傾向はもう強くなってきたんですけれども、分かりやすいところで言うと、いろんな芸能人が YouTube で最近見かけるようになりましたよね。テレビじゃなくて、これってメディアがテレビから YouTube に移行してきたよねっていうだけの話じゃないんですよね。これ本質的なのはそこじゃないんですよね。もちろんその辺の話はいろんなところに書かれてますので、ここではちょっと割愛しますが、若い人はテレビ持ってなくてスマホ見るからとか、広告費がテレビからネット広告になってきたからとか、 YouTube や Instagram の広告費で稼げるようになったよねとか、いろいろ理由はあると思うんです。で、個人でも稼げるツールがいっぱいいっぱい増えてきたのは事実ですよね。でも、そういった話よりですね、僕ら設計者にもインテリアデザイナーにとっても、ものづくりをする人間クリエイターにとって、もっと気づいておかないといけない重要なことがあるんです。で、それはですね、資本自体が誰が出して誰が労働しているのかっていうところをちゃんと把握して仕事を取り組むだよねっていうのが今日のポイントなんです。先ほどもね、例に挙げた YouTube の話だって、芸能人って今までは事務所が仕事を発生させて、プロモーションなどもひっくるめて全ての管理業務をやっていましたよね。で、プレイヤーである芸能人は表に出て立ち振る舞いをして、コンテンツを作るっていう形になってました。で、僕ら設計者も似ているような構図なんですよ。デベロッパーとかハウスメーカーとか言われて、あとは設計施工会社って言われている、企業が仕事を発生させて、実行は建築家や、デザイナーが行うといったような感じでした。でも、収益のほとんどがクリエイターには落ちずに、事業者に落ちているというところもちゃんと見落としてはいけないとこですよね。で、考えて作っている人には、事業が成功したとしてもですよ、お金は全く入ってこないというシステムでした。今もそうですけどね。で、なぜなんだと、なぜこんなに頑張ってるのに全くお金が増えないんだと、その権利を持ってないからなんですよね。ホテルにしても飲食店にしても、その事業の持ち主は、お金を出したオーナーだから、設計料をもらって働いているデザイナーはあくまで労働者で、オーナーが事業主という、この関係性は変わっていないってことですよね。で、要するに誰がお金を出したか、リスクを取ったのか、これがめちゃくちゃ重要なんですよね。で、それに多くのクリエイターが気づき始めたっていうのが去年の2020年だった気がしますね。もっと前かもしれませんが、ガラッて変わったのは去年ですよね。資本主義社会なんで当たり前のことなんですよね。資本がメインの国ですからね。その当たり前のことが知識不足で気づけないっていう状況までに洗脳されまくってたってことですよね。
YouTube をきっかけにクリエイターに商機が見えてきたという時代ですよね。今までのように時間ばかり使って忙しくて死ぬ気でものづくりしてきた人が日の目をちょっとでも浴びるようになってきたかなってとこです。今日はですね、2022年振り返ってクリエイターが事業者になった年というテーマでお話ししました。事業者と労働者という形でちゃんと分けて働くことで、今自分が、事業者で働いているのか労働者として働いているのかを認識した上でですね、独立を目指すなら事業者になるチャンスというものをちゃんと伺うべきだよねという結論でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開 LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て仕事につなげちゃおうという感じでやっています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは LINE のオープンチャットの方を覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。